皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おいでやせ。今日はエクセントリックファミリー、有頂天家族の12話でございます。結構盛り上がってきますね。今回は偽叡山の再誕生、弥次郎がいろいろ見せてくれるっていう余地、まあ一応予告でもそうなった、ネタバレ予告やろう。では見ていきましょう。雨やな、雨でしたね。雷神様呼んだもんな、恵比寿川京が。弥一郎さんは金曜クラブに捕まった。金閣と銀閣は弥三郎をとっちめてるってさっき電話で言ってた。とっちめてる、おばさんも捕まったけ、とっちめる、やっつけてるって意味なんかな。アルコール、電気ブラン、これ偽物の電気ブランじゃないよな。何？あえて何ができるの？赤玉先生？アルコールだよね。アルコールイコール赤玉先生っていう俺の勝手なイメージなのかな。でも、矢次郎が来るって知ってるやんか。矢次郎が、やっと、人間に、まあ、電車に、なれるようになるみたいな。まあ、今、家族にどんなことが起こってるかを、彼が知ったら、まあ、俺のせいじゃなかったなって、わかるよな。だって結局さ、別に矢次郎のせいじゃないやん、パパやられたの。でもそれ唯一知ってんのが矢三郎。この家族では海星に言われたもん。なんかこの OP がさ、今の最悪の事態についてはちょっと明るすぎるんだよね。うん。でもこの背景で京都の名店を見るのが結構楽しいな。何でも見てるけど、なんか懐かしい、ほのぼのな気持ちになるね。偽叡山電車。和のタイトルにしたらね、すぐわかるよね。何をしてるんだい。雷神様が大暴れだよ。なんで母上のそばにいてあげない。それがね。みんな恵比寿川に捕まっちゃったよ。なんてこったい。兄ちゃんだけが頼りなんだよ。しかしお前、俺は井戸の中のカエルだぜ。何ができるっていうんだ。でも実はさ、思いついたことがある。矢次郎。人間だった頃はさ、おいおい、のんきに雨水なんぞ飲んでる場合じゃないと思うがな。なんか同じことやってるんだよね。人間の時も、あ、タヌキの時も、カエルの時も、結局やること一緒だよね。のんきで寝込んでるみたいな。アルコール飲んでないだけの話やんな。全部飲んだ電気ブラウン。すげえな、一気に酔った。酔ったら治った。おお、来た。そうだろ、剣道将来。矢次郎悪けんな。さじゃないよ。4つ。それはそうだね。ダメだね。だからね。来た。矢次郎の
が起こった今。そっか、これは全部あいつの中か。もっと前から気づけばよかった。中に入ったままさ、化けの皮が剥がったらどうなんの。飛んでるこれ矢印がやってんの。電車が、お、電車にやられちゃったな。飛んでる？なんか知ってるよ。ランデンって言うんですよ、これは。ランデン。お？酔ってるな。クソ酔ってるよ。マジか。危ねえな。これはすげえな。いややば、めっちゃ笑けるやん。え、ケツ、そうだね、ついてたよね。お返ししよう。てかこのエイザンとかバリニュースになりそうやけど。エイデン様のお通りだ。頭おかしいやん。絶対にもうヘリコプターとか乗ってるぞ上から。走れ兄さん。魔法の血の力しむるところだ。面白きことは良きことなり。面白きこと良きことなり。パパもそんなこと言ってた？面白きことは良きことなり。あ、パパのことを思い出したから悲しくなった？何これ、みんなめっちゃ写真撮ってるやん。いやもうタヌキ界バレちゃうやん。なんじゃこりゃ、こんな狭い狭いところに入ってんの。ポント町木屋町だよ。三条で左へ曲がれるか。とても無理だな。無理かよ。あ、カニ。四条から三条に向かってるから、ここから出て左に曲がればポント町。もう少したらあんで。歩いて数分。そんなに曲がんねえよ。そんなに曲がんねえよ。まっすぐ言って。あ、そっか、市場か。そっかそっかそっか。なんか不思議だよね、これ。永遠と出ないな。こんなに長くないぞ。そういうこと？ん？そんななんか、回れるところあったっけ？寺町の中。なんか、別空間の中に入ってるよな。ん？
What?偽寺町通り。あ、一難去ってまた一難ですね。マジかよ。この二人がやってんかよ。かわいい。お、危ない危ない、めっちゃ飛ぶやろ。でもなんか楽しそうね、こんな遊園地。かわいい、僕の携帯って。冷たいぞ、冷たいぞ。お前らがさ死ぬんじゃねえの、多分悪いんちゃう、お前ら。ああ、バカじゃねえの、道連れかよ。飛んだ。さて飛行機に、飛行機に、飛行機。ET かよ、かわいい。ああ、バカ兄弟。お、飛べんの？すげえ。こんなの履いてた。どんだけすげえんかよ。おもろ。V。なんでそんなもの持ってんだよ。アルコールとか入ってたん？あ、時間ねえわ。騙されたな、ヤサブロ。どうでもいいじゃん。何言ってるの、兄さん。これ以上は。実は、ま、こんなこともあろうかと。鴨川の中に巨大招き猫に扮した。ちょっと待って。ちょっと休憩させて。え、こいつら食わせないよ。時間がないからな。大阪湾まで流れて行け。また水に放り込まれるのは嫌だ。かわいい。冷たくて死んじゃうよ。死ねよ。君たち、すぐそこで金曜クラブが忘年会をやっているよ。冷たい鴨川がいいか、それとも熱い鉄鍋がいい。落ちた。それは恐喝と言いますね。脅しと言いますね。空を飛ぶっていうのもヘンテコなもんだね。ヘンテコなもんだね。俺もやりたい。クラブがいる。あの料亭の裏に乗りつけてくれ。難しい注文をつけるな。でもしようぜ。やりましょうや。風神雷神の扇で少し風を起こしてみよう。ペンテを見える？飛び映像。慎重にやってくれよ。慎重。そーっと。ここだけ。鼻が痛い。慎重にやったよ。Oh my god。やばすぎでしょ。壊したんな、ケンヨクラブ。え？あー。お前はすぐに潜水路へ走って、長老たちの話し合いの邪魔をしてこい。お、バイバイ。かわいい。もしうまくいかなかったら、扇でちょこっとだけ座敷を仰いでやれ。ちょ。用が済んだら赤玉先生に返せ。先生も潜水路にいるはずだからな。素敵。兄貴を助けてから追いかける。早く行け。そんな姿でこの座敷にいてみろ。食われちゃうぞ。食われちゃうぞ。かわいい。ヤサブロか。よし。助けよ。捕まえられたな。俺をバカにしてるだろう。
その挙句にこのざまだ。そうだね。めちゃめちゃ悲しいだろうな。めっちゃプライドを失うよね。あれは確か。母親のこと忘れたんかお前。からしき見るところさ。ねえ、父親の後やで。かわいい、この兄弟素敵やわ。いや、まだエビス川野郎が持ってるわ。神谷橋の偽電気ブラン販売所だ。早く助ければ。落ち着け兄貴、俺が行く。オッケー、ヤサブロ頑張ろ。何者か。お、あいつか。走れ兄貴、母上のことは俺に任せておけ。あのなんか闇職人みたいなやつやったわ。別のタヌキができたんだね。今度はヤサブラを食うって話？え、言われてないの？そういうことだよ。通りすがりだよ。怖っ、この男。なんなん？呪老人？七福のやつかいこれ。こういうことになっていいんだ。呪老人はそれを許すのかい？呪老人なんか知ってそうだよね。彼も亜人でしょう。嘘だろ？ママじゃねえかよ。嘘だろ？やれやれ、ケチがついたな。橋を変えなければ。どこに行くか。お、いよいよ噂の自家用電車ですか？自家用電車。修理に出しておりましてな。あの話？ではなんだが、潜水路というなかなか風情のある予定。潜水？え？どういうことだよこれ。ちょっと私もお邪魔させていただいてもよろしいでしょうか。君が金がね、タヌキを一度食ってみたいと思っておりまして、それと食う前にはぜひ生きて動いているやつに会ってみたい。僕はまだ生きている本物のタヌキを見たことがないのですよ。嘘つけよ、前タヌキじゃん。弁天様ね。お、厨房に偽電気ブランを運び込ませてある。それを潜水路まで運ぶ。まだよくで偽電気ブランとかよくわかんないんだけど、まあいいや。タヌキピープルーなんて可愛い。おじけづいて逃げたのですよ。そんなふぬけのことなど放っておけばよろしい。お、こんなようにね。回してるね。
それだけでも結構強いな。来た。どんだけ持ってる。めっちゃ酔ってる。先生がやったと思うやろ。素敵、最高、ベストフレンド。これ笑ける。お、それは結構難しい話だなと思うんだけど。自分は姉上もやったんじゃないか。帰国した言い訳ついでに私を落とし入れようとしているのです。へえ。やり方が汚い、根も葉もない誹謗中傷です。へえ。どこに証拠がある。これは真実であります。ヤジロが来たぞ。おやおや、下鴨ヤジロではないか。かわいい、カエルじゃわ。その姿を見たの。参考にならん。そいつも下鴨一族ではないか。口裏を合わせてわしを落とし。なんか訳があるんじゃないか。こいつは信じられるか。大妙だぞ。わしが金曜クラブに引き渡したというけれども、ではお前はなぜここにいる。鍋になっておらんではないか。隣に人が来たようです。金曜クラブが隣。結構面白い事態がなりましたね。でヤサブルがデックブランを運んでいってる。タヌキは天下太平を愛する生き物。あ、面白いな。てか店って書いてますね。それは結構面白い。今の我々を取り巻く状況は何としたことであろう。13話だね。次は果たしてどうなるのだろうか。これでいいのか。ヤサブラって結構めげない男なんだよね。よくぞこんなことできるなんて。まあまあ、面白きことは良きことなり。ではではでは皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今はですね、他にはまどかマギも、メイドインアビスとかはいろいろやってるし、かぐや様とかいろいろやってますので、もしご興味がございましたら登録なりコメントなりいいねなりしていただければと思ってます。非常に助かります。では次までよろしくお願いします。お気に入り。